どうもー、ジャクロでございます。監督最新情報ということで、この動画はですね、4月1日木曜日、ウィルアプリ2021監督のフォーメーションライブアップデート情報を皆さんにお届けいたします。さあ、ということで、先週はですね、代表ウィークということで、欧州リーグはですね、ほとんどお休みしておりました。ということで、今週はですね、一部の欧州リーグのクラブと南米アジアのクラブのみの変更となっております。なので、いつもよりボリュームは少なくなってしまいますけれども、先週に引き続きですね、今週獲得しておきたい優秀な監督プラスですね、今週の変更情報を皆さんにお届けしていきたいなと思います。そして最後にですね、紹介しきれなかった監督ですとかフォーメーション一覧を記載しておりますので、そちらの方もね、ぜひ確認していただければなと思います。ということで、早速監督の方を見ていきましょう。ということで、まずはですね、ガスペリーニ監督でございます。さあ、先週に引き続き 3OMF 継続となっております。で、この監督はですね、もともと戦術裏数値が優秀なので、この 3OMF でも十分に強いかなと思うんですけれども、まあ、個人的にはですね、いつもの3バックの方が戦術と合っていて使いやすいんじゃないかなと思っております。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、ディーノ・ミレージ監督でございます。さあ、この監督も今週は 4-3-1 に継続となっております。さあ、この監督はですね、ベントラート監督とかテッセル監督と少し近い戦術裏数値にはなるんですけれども、まあ、パスのサポート距離の部分ですね、まあ、ここがですね、まあ、非常に広いということで、まあ、その2人の監督よりも、まあ、推進力はね、ものすごく高いので、火力としてはですね、十分すぎるぐらい出る監督なんじゃないかなと思います。まあ、4-3-1-2 をね、多く使ってる方はですね、ぜひ獲得しておきたい監督なのかなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、セルゲイ・セマク監督ですね。この監督も今週 4-3-1 に継続となっております。さあ、この監督はですね、今度はポゼッション型の優秀な 4-3-1-2 監督となっております。まあ、オフェンシブ、ディフェンシブはディフェンシブの方がね、いいかなと思っておりますが、まあ、この監督もね、ポゼッション型にはなるんですけれども、ミレージ監督と同じようにですね、まあ、サポート距離が広くて、まあ、推進力がすごく高いポゼッション型の 4-3-1-2 となっております。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、ジャン・ダニエル・スパーク監督でございます。さあ、この監督はですね、先週から変更になっておりまして、まあ、3-3-3-1 ということで、まあ、対象試合はなかったはずなんですけれども、なぜか変更になっております。まあ、戦術はですね、オフェンシブ、ディフェンシブはディフェンシブの方がいいかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと使いづらそうなフォーメーションになってくるのかなと思います。まだ先週の方がですね、強力なフォーメーションだったのかなと思いますけれども、まあ、この監督は基本的に 4-3-1-2 を待つのが一番いいのかなと思っております。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、エドゥアルド・セレソ監督でございます。さあ、この監督はですね、久々に新規4トップ採用の監督でございます。で、形としてはですね、まあ、ゴンサロ・チョルケーラ監督とかに近い形のね、フォーメーションになっております。で、戦術がですね、ポゼッションショートパスサイドフォーメーション重視、フォアチックサイドアグレッシブで、ディフェンシブになるとリトリートになってくるんですけれども、まあ、ディフェンス面で言うとこちらの方がですね、コンパクトネスも上がってリトリートなので、まあ、こちらの方がいいと思うんですけれども、まあ、4トップの攻撃力を生かすにはですね、まあ、ちょっとディフェンス面厳しいんですけれども、まあ、こちらの方が火力的には高いのかなというところですね。まあ、ポゼッションの4トップっていうのは珍しいので、まあ、すごく興味はあるんですけれども、まあ、ちょっと守備の部分で他の監督よりもちょっと劣ってる部分があるのかなというのが正直な感想ですね。気になる方はですね、ぜひ獲得していただければなと思います。ということで、次の監督いきましょう。続きまして、フィリップス・リンフット監督でございます。この監督もですね、先週に引き続き3バックの採用となっております。さあ、この監督はですね、やっぱり5バック5-2-1-2を狙いたいところではあるんですけれども、この 3-4-3、まあ、3-2-2-3 のような形もですね、非常に強力なフォーメーションではありますし、戦術裏数値がですね、本当に強い
監督なので、まあ、この3バックでも十分強い監督になってくるんじゃないかなと思います。まあ、3バックメインで戦ってる人はですね、獲得してみてもいいのかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてミゲル・ルッソ監督でございます。この監督は今週 4-3-2-1 を採用しております。まあ、先週がですね 4-3-1-2 ですごく戦術と相性が良かったので、まあ、非常に残念ではありますけれども、まあ、この監督もですね最近よくフォーメーションが変わるので、まあ、4-3-1 にいつ帰ってくるかわからないんですけれども、まあ、そちらをね待っていただいた方がいいのかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてイヴァン・ルフェテ監督でございます。さあ先週はですね 4-2-2-2 2OMF だったんですけれども、今週はですね OMF がなくなってしまいました。まあ、2OMF ねまた採用すると思いますので、その時を狙って獲得してみてください。ということで次の監督いきましょう。続きましてガブリエル・ミリート監督でございます。さあこの監督も非常に優秀ですね。まあ、前回紹介した時は 3-2-4-1 だったんですけれども、今週はですね 3-2-2-3 の紹介となっております。さあこの監督もですね戦術裏数値がリンフット監督に非常に近い監督となっておりまして、まあ、違うところが主に攻撃エリアがサイドになっているところなんですけれども、まあ、それ以外はですね、まあ、同じく、まあ、効果力が期待できる戦術裏数値となっておりますので、この監督狙ってみてもいいのかもしれません。ということで次の監督いきましょう。続きましてジーモン・ブリンクマン監督でございます。この監督も先週に引き続き 5-2-1-2 採用となっております。まあ、この監督もですねリンフット監督と並んで、まあ、5-2-1-2 最強候補の一人となっております。まあ、この監督もですね非常に強い5バックの監督となっておりますので、5バック気になってる方はぜひね狙ってみてください。ということで次の監督いきましょう。続きましてロベルト・ベントラート監督でございます。今週もですね引き続き、ツリー型継続となっております。まあ、3週連続ぐらいでね、紹介しておりますけれども、テッセル監督の 4-3-1 にお持ちの方はですねぜひこのツリー型狙っていただきたいなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてミケール・ヘミングスン監督でございます。どっかで聞き覚えのある監督かなと思いますけれども、この監督はですね実はヤコブ・ミゲルスン監督が改名いたしました。なぜ改名したかと言いますと、まあ、顔写真がなくなったのにお気づきでしょうか。おそらくですねライセンス関係がなくなったものだと思われます。ただですねこういう場合はですねアントニオ・コンテ監督のように全く違う名前になったりするんですけれども、この監督はですね前の名前のニュアンスががっつり残っておりますので、まあ覚えやすいのかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてエドゥアルト・ドミンゲス監督でございます。さあついにやってまいりました、新しいタイプのギジ3シェイプ2周目でございます。さあこのフォーメーションはですね実は2週前ぐらいに予想はしてたんですけれども、まあやっと来たかという形でございます。2トップ1 SD のギジ3シェイプですね。まあ戦術はですね、まあ距離感が近くてラインも低めのリトリート型なので、まあ非常に守りやすくて攻めやすい、そんな監督ではございますけれども、前のギジ3シェイプ 1CF2 SD のギジ3シェイプとどちらがいいのかと言いますと、これはね好き嫌い分かれるのかなというところですね。 1CF が好きな人もいれば 2CF の方が好きな人もいるので、まあ、これはですね、自分の好み合わせてですね狙っていただければなと思います。まあ、今週ね一番の注目の監督だとは思いますけれども、まだお持ちでない方はがっつりね狙っていただきたいなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてサラウッド・トレーパン監督でございます。さあこの監督はですね、まあ、過去にギジ3シェフ採用した優秀な監督なんですけれども、今週はなんとですねトップ下 SD 採用となっております。まあ、これはですね正直非常に強いんじゃないかなと思っております。まあ、ギジ 3CF のトレーパン監督をお持ちの方はですね無理に乗り換える必要はないかなと思いますけれども、お持ちでない方はですねぜひ試していただきたい優秀な監督なのかなと思います。ということで次の監督いきましょう。続きましてタワトチャイ・ダムロング監督でございます。先週はですねギジ 3CF を採用しておりまして、まあ、期待の高かった監督だったんですけれども、まあ、今週はですね予想通り5バック 5-3-2 に変更になっております。なんですが正直ですねこの 5-3-2 トップが非対称、これもね普通に強いんじゃないかなと思っております。で戦術はですね、ディフェンシブの方が
いいかなと思うんですけれども、普通に守備も固くて距離感も、まあ、近い中央攻めの監督なので、まあ、これはですね、まあ、技術 3CF もね欲しいところではあるんですけれども、この5バックもですね普通にありなんじゃないかなと思っております。まあ、気になる方はね、ぜひ獲得してみてください。ということで次の監督いきましょう。さあ最後ですね、ランサン・ビワチャイチョック監督でございます。先週に引き続き技術 3CF 継続となっております。まあ、この監督はですね、まあ、裏数値がそんなにね、高くないので、個人的には5バック技術 3CF の方が優秀なんじゃないかなと思います。ということで最後ですね、フォーメーション一覧を見ながらですね、まとめていきたいなと思います。はい、ということで今週はですね代表ビークがあったということで、フォーメーション変更自体はですねものすごくボリュームは少なくなっておりますけれども、まあ、先週に引き続き優秀な 4-3-1-2 ですとか、まあ、今週に限ってはですね、まあ、新規ギジ 3CF のドミンゲス監督、そしてですね、新規4トップのセレソ監督なんかもですね、まあ、登場して、まあ、狙いの監督は逆にですね、まあ、絞りやすい1週間になるんじゃないかなと思います。ということで今週は以上でございます。次回もウィールアプリ2021で会いましょう。さよなら。